はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、郷原さん、201回ということなんですけども、ちょっとこのね、事件というかニュース気になってました。静岡県の裾野市で起きた保育園児童虐待事件ということでですね、はい、まあ、園長が犯人隠避で告発されるということなんですけれども、まあ、これを刑事事件的にどう見るかという、ね、ことなんですけど、なかなか難しい問題をはらんでるというふうに郷原さんもおっしゃってましたけれども、これはなかなか刑事事件としては微妙ですね。まあ、なんかニュースを見てるとね、なんかこうひどいことをした保護さんというか保育士さんがいて、なんかこう子供たちをなんかいじめてたということ で、まあ、警察に捕まって、まあ、はい、やっぱ当然逮捕されたということなんで、まあ、特にこのね、預けてる保護者の人たちは非常に心配しているというね、まあ、そんな印象を受けるんですけれども、まあ、もちろんね、その保育園での児童虐待なども許されることではない、はいはい、これは非常に感化しがたい問題であることは間違いないと思います。まあ、ただこれ刑事事件ということなんで、一体それについてね、その逮捕された被疑者の人たちがね、どういう供述をしているのか、認めているのかどうかということもよくわからないんで、まあ、推定無罪の原則というのもありますから、この事実を決めつけることには慎重じゃなければいけないと思うんですね。なるほどね。まだまだ事実はそこははっきり分からないところがあるという前提で、考えていかないといけないと思うんです、はい。まあ、それとこれ、まあ、一般論で言うとですね、暴行罪で通常逮捕って非常に稀なんですよ。だいたい暴行で捕まるのはですね、一番多いのは酔っ払った上での喧嘩、で怪我してれば傷害なんだけど、怪我まではしなかったっていうのが現行犯で捕まるっていうパターンが多い。でその場合はその暴行の事実っていうのがもうその現行犯逮捕で特定されてるじゃないですか。だからまあやりやすいんですけど、ずいぶん昔の話をね、暴行を受けたということで被害届が出て、じゃあ暴行罪で逮捕するかっていうと、これなかなか難しいですよね。暴行の場合証拠が結局被害者側の証言しかないですよね。傷害と違って診断書があるわけじゃない、で今回の場合は子供ですよね。しかも被害者は子供なので、幼児です。余計そこのところは難しい。これまずその子供の供述、これで証拠化するのは無理です、となると何が証拠なのか、なんかその元々この事件って桜保育園に入所したばかりの保育士の人、まあ、だから新人さんの内部通報が発端だったらしいんですけど、まあ、その内部通報があってその関係者の供述があると言っても、なかなか毎日毎日のね話だから、その問題になっているような行為がいつ誰に行われたのかっていうのは特定することはなかなか容易ではないですよね。そうでしょうね。まあ、特定できてもなかなかこう証拠上明白と言えるかどうか、本人がもし否定しているとすると、これはちょっとなかなか立証は容易ではないという感じがしますね。まあ、それと暴行ということなんですが、この保育園側で、作った、まあ、行った調査の結果、調査報告書が公表されてるんですね。で、まあ、その中でこう15の問題行為というのが書かれてるんですが、ロッカーに入り泣いてる園児を携帯電話で撮影、まあ、これはちょっと暴行ではないですね。暴行というのはなかなかちょっと厳しいっていう、それと寝かしつけた園児にこう臨終ですって言ったと、まあ、これはまあちょっと不適切な言動ですけど、これ暴行じゃないですよね。上司をバカにした呼びかけ暴言っていうのも、これもそうじゃない。まあ、暴言で、まあ、許しちゃいけないことですけどね。まあ、そういう意味で言うとね、暴行としてで、これ刑事事件で立件できる行為はそんなにね、この中にね、多いかって言ったらそうでもないで。確かに言われてみるとそうですね。でそこでね、今度その犯人隠避っていうことなんですが、園長先生はね、園長を犯人隠避で告発して、市長がね、市長が犯人隠避で告発したっていうんですけど、これはまたちょっと一層無理筋の感じがしますね。だってそのそもそもがこう刑事事件
何だろうかというところがやっぱり微妙なわけですよ、これ実際に内容からしても、まあ言ってみればその園の中でのトラブルですよね、いろいろ問題行為があったんじゃないかという指摘があって園として調べたという話じゃないですか。でそれについて口外しないようにね、まあそれを隠そうとしたということなんだけど、これ刑事事件だからその犯人を隠そうとしたという意図とはなかなかちょっと考えにくいですよね。これね、一般的に会社の不祥事があった時も、社員に普通口止めするじゃないですか。マスコミから接触があったら候補を通してくれって言ってくださいというのが犯人。まあね、だからそれがたまたまね、その不祥事が刑事事件に当たるものであった場合にね、後でその口止めしたのが犯人隠避に当たるかっていうと、ちょっとこれは、そこまでは言えないんじゃないかと。まあちょっとこの犯人隠避の告発っていうのはちょっと驚きましたね。でね、こういうね犯人隠避の告発っていうのはね、何のために出てくるかって言ったら、大体その自分たちは知らなかったんだと、知らされなかったんだ、それが悪いんだと、ということを言いたい時にね、こういう話になるんですよ。まあ知らなかったこと、対応が遅れたことの言い訳という側面が結構あるんですね。そういう意味では今回その市の対応がね批判されてるんで、市はかなり早い段階でこれを把握してたのに、今回のようにこう問題を公表したりして、本格的な対応をしなかった、その対応の遅れが問題になってるんで、それでその対応が遅れたのは、その園長が隠そうとしてたから、口止めしてたからだと言いたいから告発をしたんじゃないかと思うんだけども、ちょっとこれはねいかがなものかっていう感じがしますね。なんかもうこの園長は体調崩して緊急入院しちゃったらしいんだけど、なんかいかにもその国会議員が逮捕されそうになって逃げ込むじゃないですか、病院に、あれみたいな感じがするけど、ちょっとそれとは性格が違うような気がしますね。あの事件もそうなんです、もう十何年前になるけど、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件の時に特捜部長と副部長が犯人隠避に問われましたよね。これもね、その故意の改ざんをね、知ってそれを過失にすり替えた、すり替えてその検事政治責任報告した、これが犯人隠避だって言うんですけども、これ結局意図はね、要は虚偽の報告だったから、証拠改ざんに対して逮捕できなかったという、そういう言い訳ですよ。なるほど。でしかもね、これね、その後ひどいんですよ。これ裁判所にね、控訴審判決でもかなり厳しく批判されてるんですよ、そこの点。故意をね、過失にねすり替えたといっても、過失でったって重大な問題じゃないかと、その証拠をね変えちゃったと。なるほど。何にもしてないわけですよ、検事正は。何にもしてない、報告もしてない、上級庁に。いや、それ自体がとんでもないんだと控訴審判決で批判されてるんですよ。でしかもその時の検事正、一応それで処分を受けて退任したんですけど、このあとね、弁護士になってからね、もう隠蔽で大活躍してるんですよ。だって関西電力の小判とか、なんかいろいろお金もらった人があったでしょ、原発立地自治体のね、条約、元条約に、あれのコンプライアンス委員会の委員長やって隠蔽してるんですよ。でそれを、そういうキャスティングをしたのが、関西検察のドンと言われる元検事総長、戸井孝一。なるほど。というね、なんかこう隠蔽っていうとね、いろいろあるんですよ。 そんな単純な問題じゃない、まあ、そうするとますますこれ、要するに市長がこのね、犯人隠避で告発してるというところが、ちょっとこの市長もどうなんですかね、本当にどうなんだろうっていうね。しかもちょっと裾野市って最近大変な問題がありましたよね、はいはいはい、オーケストラの楽器が水浸しにしちゃったスプリンクラーが誤作動して、誤作動なのか故意にやったのかわからないけども、それで楽団側は数億の被害、それはそうです、ね、これをその賠償請求するんだけども、原因が分かってないんですよ、故意に誰かがスプリンクラーを作動させたんじゃないかと市の側は言ってるんだけど、それが、まあ、もちろん犯人なんか分かってないでしょ、じゃあ
誰が賠償するんだと、いやかなりねこの裾野市って今大変な状況なんですよ。市長追い詰められてる感じですね。そんな感じがしますね。ちょっとこの、まあ、いずれにしてもねこのお子さんを本当に預けているね、まあ、ご両親保護者の方々にとって非常にもう気になるニュースで、まあ、この行為自体はねコロナによる、で業務量が増えたのでストレスを感じたということを、まあ保育士の一人が弁護士に話しているという、ね、報道もありますけれどもね、まあまあ、あってはならないことではあったと思いますけれども、果たして刑事事件としてはどうなのかという、ね、ところはちょっと冷静に、見ていかなければならないと思います。それではまた次回。